異端の餌食にされた女だとか幽霊など救世院の教義では認めておらぬ傲慢なる民の迷信か。で朝5時にならないとここでは見れないはず。朝5時までか。恐怖が足りません。大聖堂が見れないでしょ。前回現れてなかったのは多分俺が誰か聞き忘れてたんだよ。前よりもだから反応なしだったんだ。おそらくあとは幽霊に話しかけるだけと。さっきのところを話した。列車使うぞ。命が惜しければ先に。その魂を解き放つ。はっ、やっ、くらえ。このまま一気に。はっ、やっ。順調に上がってる。 HP 上がってる。パワーはどうなんだろう。解放を願うのか。あら、生まれた場所に戻れ。買い物もあるんだよな、ぶっちゃけ。ユスラーンが暗黒街に、あの居住区なんて暗黒街にも行かないといけないよな、確か。駅に到着。土産を買い求めに来たの。立ちはだかるなら踏み越えていく。さあ、初列車、初列車。ここはルクセリオ北駅。こちらからご乗車できますのはひらめきの都ユスナーンとの往復列車となります。ルクセリオにはもう一つ南駅がございます。南駅初の列車は2つの駅に停まります。行き先は、そしてタイ。どうぞご乗車ください。必ずお前を幸せにする。のぼせ上がって誓ったくせに俺は何にもできなかった。お前が死んだあの日から何百年になるだろう。お前を救う方法を探し求めてさまよった。結局どうにもならなかった。無駄な時だけが流れた。もうすぐこの世は終わる。世界は滅んでみんな死んじまう。よし。
スノーカー。教えてくれセラ、俺は死んだらお前に会えるのか。今さら会わせる顔もねえか。結局人間なんてやつは一人で生きて一人でくたばるんだ。来るなら来いよライトニング。世界が終わっちまう前にあんたの妹を守れなかった俺に神の裁きでも下してみせろ。きらめきの都と来た。こういう思考はスノーの趣味か。趣味かどうかは分かりませんが、スノーの意向なのは確かです。このユスナーンの町が華やかな宴の都になったのは町を支配しているスノーの命令ですから。もうすぐ世界が終わるから最後くらいは楽しもうってことらしいんですが、最近スノーは宮殿に閉じこもっていて真意が分かりません。会いに行っても門前払いだろうな。この前は強引にやりすぎた。すげえ戦いを見せたからな。ライトさんがぶつかっていけばスノーも心を開くと思ったんですが、計算外でしたね。長い年月の間に人が変わってしまったんでしょうか。そう、変わってしまったのだろう。私が覚えているあいつはバカがつくほど正直で、裏表なく人を信じ誰からも信頼されていた。そんな男だから妹のセラの夫に認めた。だが私が眠っている間、あいつは長すぎる歳月を生きてきた。逃れようのない滅亡を見つめ、希望が失われていくだけの数百年間、人の心が闇に染まるのに十分すぎる長さの時だ。宮殿は今立ち入り禁止の状態ですが、潜入ルートを見つけました。神託のエリアという場所です。夕方から夜間にかけて神託のエリアから宮殿に物資が搬入されます。この大量の貨物に紛れて潜り込みましょう。よし、テレポ。大使様の宮殿を近くで見物したいわ。眺めるだけでリッチな気分になれる世界一豪華な建物なんだって。宮殿が建ってるのは神託のエリアの一番奥だよな。あの辺りって観光客は入れたかな。ユスナーには金持ちしか入れない地区があるらしいし。宮殿なんだもの、見るだけならタダでしょ。大丈夫よ、神託のエリアに行ってみましょう。そうだな、行ってみればなんとかなるよな。なんだよおい。神託のエリアというのは金持ち向けの場所で、普通の市民は入れないということになっています。ですがうまく忍び込んでいる人もいるようです。裏口があるらしいですね。情報を集めてください。それもなんだが、買い物と2件サイドクエストの話を聞かないといけない。ここは美食のエリアです。世界中の料理が楽しめる食のお祭りです。よし、ようこそきらめきの都へ。スノーのこの前舞踏会に。いらっしゃいませ、人気のスイーツを。宮殿への潜入が余計難しくなりましたね。これだけの人目を避けるのは難しいだろうな。なら逆に思いっきり目立ってかき回してやろうか。